いつからこんな優等生になり下がったんだ。あんなヤクザと付き合うから悪い影響を受けたんだな。おめえ勉強やりすぎて頭がおかしくなったんじゃねえのか。返して欲しかったら腕つくで来い。学校帰りの森陰でパパや僕に駆け寄り中をしたパパやセーラー服のおませな子。君は何が一番できるんだい。学科はダメだってことになってる。学科以外には何ができるんだい。学科以外なら人には負けないよ。例えば。例えば喧嘩さ。面白いじゃないか。手始めに喧嘩から教えてやろうか。なんだ。岩見二郎25歳、15歳で教師を指し、以後非行歴を押し、苦学して高校大学と進み、その間の成績は意外によろしい。それなのに目下は車の修理と。雄一を引き取ってどうなるの。考えてないよ。I like my meatAnd I don't like the waltzing. なるほど、こういうことか。そうさ、そういうことさ。